ただいまより作戦を開始します。作戦目標はヘレティックのニヒリスター討伐。スキャンのためエブラ粒子の浄化シーケンスを実施します。 53.58%、 28.77%、 1.49%。 浄化完了。スキャンデータ及び過去の光線内容をもとにターゲットの現在地を追跡中。今指揮官お二人の端末に予想座標を転送しました。空を利用しての継続的な移動が予想されるため、なるべく早く追いついてください。そうですよ、ニヒリスターの異名は火竜ですから。竜の姿で空を飛び、超高熱の火炎を放射するのです。ありえない。そんなのどうしたらいいの？対空火球使うんじゃないですか？そういう意味じゃなくて、火を吐く竜でしょ。上層部幹部の副官がそんなのどうやって捕まえるの？服が丸焦げになっちゃうわよ。わ、今すっごく哀れな目で見られてましたよ。大丈夫、地獄からだって生きて帰ってこれたんだもの。考えてみたらそうですね。地獄で鍛えられた銃もありますし。指揮官、大丈夫ですか？こんな人たちと一緒に作戦を行うなんて。どうします、ヨハン。私は結果さえ保証できるなら何でもいいですよ。もしあなたがドロシーと違うやり方で目標を貫くというなら、それも一つの結果として認めましょう。いや、単独作戦だと思っている。お、じゃあこの弱虫たちにわざわざ合わせる必要ないんだね。危うくこいつらを守るための防火壁になっちゃうところだったよ。どういうことですか？あなたたち、ニヒリスターと戦ったことないでしょ？あいつ、怒り出すとこっちの地平線からあっちの地平線まで全部焼け野原にしちゃうんだよね。そこで今みたいにボサーっとしてたら、助けになるどころか、このノア様の盾の耐久度を減らすことしかできないってわけ。アンダースタン？ちょっと戦ったことがあるからって威張らないでよね。そうですよ、私たちだって5回でも戦ったことがあれば目をつぶってでも勝てますよ。はい、問題ありません。若干のいざこざはあっても、ここにいる皆さんは楽園に認められし人材ですから。前方に敵です。少しの間頼んだ。少し時間を稼いで、セーブ中。力の差を知れ。行くぞ、こやつめ。殲滅完了。多数確認。力の差を知れ。全力で行く。すぐ戻る。
全力で行く。ガロ、邪魔。少しの間頼んだぞ。これで終わりか。ノア、指定した地点でシールドを展開しろ。はーい。イサベル、上空で待機して10秒後に全弾発射してくれ。はい、指揮官。ハラ、ウイルスは巻き終わったか。もちろんよ。爆発の合図だけを願う。今だ、どのシーン。前期沈黙確認。いや、まあね、キャリーしてもらうのも楽でいいんだけど、このままじゃ何にもやることないじゃない。私たちはニヒリスターと戦う本命だから、力を温存しておけってことじゃないですか。違いますけど。今まで見てきて分かったと思うけど、このチームではあなたたちの出番はないってこと。窓際に追いやられてクビになるのと、実戦で指をくわえて見てたら退場させられるのは、セイムイコールどういう意味かわかる？はいはい、よくわかったわ。でもそれなら何のためにわざわざ私たちを仲間にしたのよ。うん、指揮官、彼女たちの言う通りです。結局ニヒリスター戦ではあの方たちの力が必要となるのに、今からでも協力した方がいいのでは。いや、お前やセシルが何を考えているのかは知らない。この作戦におけるあいつらの役割はアンチェインドを撃つことだけだ。アンチェインドの使用は作戦の最も重要なパートだ。にもかかわらずその銃を握っておきながら撃たないということ、わざと味方の足を引っ張るということか。ヨハン、ニヒリスターが再び移動を開始しました。これ以上離れると広域スキャンでも追跡できません。仲間割れしている場合ではありません。だそうよ。どうする？どうしましょうか。お家に帰ります。作戦は続行ということでよろしいですね。止まれ。ニヒリスターの痕跡だ。わあ、派手な必殺技ね。何に向かって撃ったのでしょうか。警告の意味が込められているのかも。私たちに対する一理ありますね。これほど派手に追跡を行っていますからね。あちらも私たちに気がついているでしょう。さて、連合作戦を行うつもりなら、そろそろ具体的な作戦を立てましょうか。セシル。はい、聞いてますよ。ちょっと失礼。突然何を。お前はここで帰る。理由ならお前が一番よく分かっているだろう。貴様からは作戦をまともに遂行する意思が感じられない。そんなゴミをチームに抱えていくわけにはいかない。たわごと。つまり一度で仕留められるはずの敵を仕留めず、敵が自己修復するのをただ黙って見ているつもりか。その間に味方が被る損失は考えたが、作戦が失敗する可能性は。それともお前にはこの全ての状況を覆す力でもあるのか。
ラプチャー1機、肉眼で確認。もう、だからオペレーター通信は切っちゃダメなんだってば。私が言いたいのは、男性ニケとかそういうんじゃなくて。人間よ、疑う余地はない。つまらん邪魔が入ったな。もう一度言おう。お前にはこの作戦に参加する資格はない。それで？指揮官、時間がありません。いつニヒリスターと遭遇するか分かりません。オペレーター通信に速やかな復旧をお勧めします。そうか、お前がガオトをしたいということは分かった。しかし、そのためにお前は何ができる？戦況を変えられるほど秀でた能力を持っているのか？ニケのサポートなしで生き残れるのかさえ疑問だな。うまく答えたものだな。いいだろう。こうなったら私がお前を直々に試すとしよう。もしお前が特別な実力もなく我を通すというのなら、その時はお前をニヒリスターの炎の中に投げ入れてやる。破壊する。時間を稼いで。もう一度行こう。力の差を知れ。全力で行く。殲滅完了。ラピエ、それで師匠とヨハンはさっきから何をしてるんですか？口頭で行う識力試験らしいわ。ヨハンが指揮官に仮想の戦闘状況を提示して、指揮官が私たちをどう指揮するのか答えるのよ。だからつまり結局は言葉でやり取りしてるってことよね。あんなに長くかかるようなことなの？ほら、もう半日はあの状態よ。ニヒリスターはウィングミサイルを撃った後、120メートル上空から低空飛行中である。どう対応する？違う。フェザーで隙を作ることはできるが、撃墜はできない。高度を50メートル下げたニヒリスターが火炎放射器を発射しながら戦闘を守っていたラピとノアを戦闘不能にした。残りの2機は6機だ。どう対応する？また違う。お前が向かう方向はエブラ粒子の濃度が急激に上昇する地域だ。なぜオペレーターとの接続を気にしなかった？前方に隠れていたラプチャーの群れによりお前とニケ6機は全滅した。殺伐としてますね。
今の仮想戦だとラピが私たちの中で一番初めに戦闘不能になりましたね。でも不思議じゃない？はい？何がですか？今まで指揮官様が同じ指揮官と話すとき、あんなに盛り上がることってなかったじゃない。いつも相手のレベルが低かったり、話が通じなかったりしてすぐ終わっちゃうのに。でもああやって何かを学ぶ姿を見てると、ファーストキルされた甲斐がありましたね、ラッピ。ええ、そうね。シグナルできる。少し時間を稼いで。殲滅完了。百戦九十一敗六引き分け三勝。ひどいな。お待ちください、指揮官。これなら悪くない結果なのでは？もしすべてを指揮官基準で判断したら、その試験に合格できる人はいないはずです。百戦中たった三勝だ。それも仮想戦で。これが悪くない結果だと。はい、勝率は 3% ですが、最後の3回は連勝でしたよ。どうしてそこまでハニーを作戦から外したいのかはわからないけど、ハニーも悪ではすごい指揮官なのよ。三大企業の CEO も中央政府の偉い人たちもみんなハニーに注目してるんだからね。そんな人をここまで冷遇するなんてひどくない？そうですよ、師匠はこう見えて副司令官直属なんですからね。そうそう、アークのライジングスターなんだから。あなたたち、今のは失言ね。指揮官はアークから来たもの全てを軽蔑してるのよ。モア、イサベル、ハラン、私が戻るまでにあいつの姿が見えないようにしてくれ。こっちも説得しようとしてるのに逆効果だったわね。ごめん。そうですよ、皆さんのせいではありません。まだ遠くまでは行ってないはずです。私が説得してみます。うむ、手抜きはせんぞ。これで終わり。ほらね、みんなの力を合わせればすぐに終わるでしょ。指揮官、本当に
あの方を作戦から排除するおつもりですか？そうだ、未だ新人臭さが抜けない青二歳だ。少し強い意志を持っているからといって作戦の役に立つだろうと考えたのが間違いだ。あの方がどうして作戦の役に立たないと？自ら玉よけ役を買って出てくださったのに。何だ？こうすればいいのです。ニヒリスターが認識できる信号を発して彼女の方から私たちを出迎えさせましょう。好戦的なニヒリスターの性格から考えてそれほど難しいことではありません。それから偵察なり何なり口実を作って私たちより先にカウンターズをニヒリスターと交戦させるのです。まあそれでもニヒリスターは無限に自己修復を続け、あの方もアンチェインドを使わなければ部隊が全滅すると思うでしょう。そうすれば当然カウンターズを助けるためにアンチェインドを使わざるを得ないのでは。私たちはそこで乱入すればいいのです。アンチェインドに当たって暴れるニヒリスターを制圧した後、運よくカウンターズとあの方が生きていれば彼らの救世主になれるかもしれません。お前最初からそのつもりで彼らを連れてきたのか？もちろんです。アンチェインドを貸し出す対価として便利に使える戦力が手に入るならそれも悪くない取引だと思ったんですよ。吐き気がする。なぜですか？私のやり方が指揮官がアークで経験したことと似ているから。あ、そういえば不本意ながら指揮官のトラウマを刺激してしまいましたね。あら、本当にごめんなさいね。あいつはお前のような怪物を見てもニケの解放だのなんだの言うのだろうか？言いますよ、きっとそんな人だと思います。シグナルできる。私は終わった？はい、もう心配いりませんよ。ちょっと失礼と言っていきなり通信を切るなんて、あなたのちょっとの長さには本当に感心せざるを得ませんね、よ。ちょっとの時間の概念が変わったんでしょうか。知らないうちにこの基地が高速に近づきでもしました？まあそうでもなきゃ、作戦中にオペレーターの通信を半日以上切るなんてありえませんよね。
どうしてヨハンは黙ってるんですか、ドロシー。はい、セシル。ちょっとの間にヨハンが言語機能を喪失したのか確認してください。指揮官の言語機能は至って正常です。全力で怒られてますね。あの人間味のない男も誰かに怒られることがあるよね。うむ、手抜きはせんぞ。すぐ戻る。あう。セーブ中。シグナルで。ビーマード、全力で行く。もう一度行こう。面倒だ。バル、少しの間頼んだぞ。すぐ戻る。邪魔。シグナル、緊急事態、支援をお願いします。力の差を知れ。行くぞ、こやつめ。勝ちました。あ、師匠、ちょっとこれ見てください。地熱が湧き上がってますよ。もう少し行けば温泉でも出てくるんじゃない。その前にもっと熱いものが出てくるはずよ。下流ニヒリスターのことよ。この一帯は彼女の領域だから。近くに感知された熱源はありません。スキャンを避けるために遮蔽物の隙間に隠れている可能性も捨てきれませんが。私が空から調べてきましょうか。そうしてください。ああ、それからの信号を。わかりました。まさかこれイサベルが帰ってくる音じゃないですよね。お願いだから土砂崩れじゃありませんように。どちらも違います。コードネームニヒリスター、上空から超高速で接近中。え、雲の上から来るの？揺れがどんどん大きくなってます。クイーンの戦法、とうの昔に朽ち果てるべきだった古代の遺物。この楽園の虫けらどもが挑発しただと？この俺を灰になりたくて仕方ねえみたいだな。その願い叶えてやるぜ。ニヒリスターのコア出力急上昇中。指揮官、センサーに通常範囲を超える高熱が感知されました。そう、触れた瞬間溶けるってことね。あ、なんだよこれ。コア出力が再び加工します。ニヒリスターはなぜ？たく、じれってえな。
こんないい土産持ってきてんなら先に言えっての。お前、喋るラプチャーを覚えてんだろ。お前が10日なんとかって呼んでたやつのことだ。どうしたって？あいつはな、俺がかなり大事にしてた手下なんだよ。お前とあのボロボロな巡礼者に殺されちまったけどな。普通退屈な復讐劇を期待してたなら悪いけど、俺そんなに情に熱いタイプじゃねえんだよな。お前にとってはラッキーだろうけどよ。だからよ、お互いにとって利益のある話をしようぜ。実はよ、トーカティブが死ぬ前すっげえ興味深い話をしてくれてね。お前を捕まえて体の中をひんむいたら、そこに俺の望むものがあるはずだって言っててよ。秘密っつのはよ、抱えてる本人も知らねえ時ほど面白えんだよな。あいつにその話を聞いた時からお前に会える日を待ってたんだ。なあ、一体その体に何が入ってんだ？トーカティブのやつ、俺の望むものが何だと思ってあんなリスクまで背負いながらこいつを俺に差し出そうとしたんだ。そう、そう思ってたらよ、この楽園の青二歳どもが自らブラックボックスを持ってきやがった。え、ヘレティックが偽物を拉致しちゃったよ。あれ大丈夫？イサベル、すぐに追撃を。お待ちください。今はダメです。タイミングを測りましょう。指揮官様、今すぐあいつを撃ち落とさないと。このまま高度を上げられたら手が出せないよ。撃ち落とせる？いいえ、視界が悪すぎます。一歩間違えば師匠まで巻き込まれ。あなたたち何してんの？ほら、ここに捕まって。ちょっと正気、竜の尻尾に火がついてたらどうすんのよ。わかりませんが、ひとまずぶら下がってみましょう。